当禅寺の皆さん、ご近所の皆さん、こんにちは。お邪魔をいたします。こちらは日本共産党でございます。この場所をお借りいたしまして、しばらくの間日本共産党からのお話をさせていただきますので、どうぞご清聴ご協力よろしくお願いを申し上げます。平和を守るためにということで、市民連合の皆さんと野党が力を合わせて全力で頑張ってまいりました。この藤原町東禅寺の皆様には、比例東海ブロック、この中で本村信子現職の衆議院議員の議席を守っていただくことができました。心から熱く御礼を申し上げます。私どもの力不足で、なんとか新しい民主的な政府を作る、この願いを込めて頑張りましたけれども、全体としてはあと一歩及ばずということで、自民党、公明党、維新の党、いわゆる憲法を変えて日本を戦争にするよ、こう考えている人たちに多く議席になってしまいました。しかし皆さん、その中でも立憲民主党と日本共産党、令和新選組、社民党が力を合わせて野党共闘の候補者が60数人も当選をすることができました。私たち日本共産党は引き続き日本国憲法を大元としての民主主義、平和、暮らしを守る日本を作るために全力で頑張る決意でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。そして皆さん、昨日11月3日は文化の日でございました。学校がお休み、仕事がお休みという日でしたよね。この文化の日というのはなぜ生まれたのか、一つご紹介をしたいと思います。もう皆さんもご案内と思いますけれども、日本国憲法、今私たちの暮らしの大元になっている日本国憲法が公布をされた日でございます。そして半年後の5月3日に日本国憲法が発布をされて、国づくりが始まったのでございます。そうした日本国憲法を作り上げた、とても大切な記念日だったわけでございます。昭和21年の出来事です。その1年前の昭和20年の8月15日に、あの忌まわしい日本は世界を相手に侵略戦争を行ってきました。この侵略戦争で多くの日本の人々が戦死をしたわけでございます。当然でお暮らしのご先祖の皆様も戦争で尊い命を落とされた方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。私の父方母方のおじきも2人戦死をしています。終戦を迎え、もう戦争はしないと、こういう尊い誓いを込めた日本国憲法が生まれたのでございます。第1条には、天皇は国民の象徴だと、このように謳われています。そして憲法9条には、世界の紛争、日本は武力で解決しない。9条をもとに、平和的に外交力で、国の安全と平和を守っていく、このように誓いました。そして憲法13条25条には、一人一人の命と暮らし、人権を大事にしよう、男性も女性も差別なく公平平等な世の中にしよう、このような憲法でございます。
私ども日本共産党はこの憲法を作るにあたりまして、本当に力を尽くしてこの法案作りにも参画をしてきた時代があるわけでございます。こうしてできた日本国憲法、それから数えて75年を今過ぎておりますけれども、何としてもこの憲法を守り、発展し、暮らしの中に生かしていく、このことが大切ではないでしょうか。日本共産党は何よりもこの日本国憲法を一番の大事として大切にしていく政党でございます。皆さんところが自民党、公明党、維新の党、この自民党にはですね、皆さん党の綱領というものがありますけれども、ここでですね、自民党は日本国憲法を変えて、そして軍隊を持てる国にする、これが自民党の本質なんですね。それに協力している公明党、さらにはもっともっと憲法改悪を求め、このように言っているのが日本維新の党であります。大変残念なことに、維新の党が大きく躍進をし、自民党公明党が国会の衆議院3分の2を議席を占めるようになりました。ますます憲法を変えて民主主義を壊そうという動きがこれから強まってくると考えざるを得ません。私ども日本共産党、そして憲法を大切にするその人々と共に力を合わせて、一層平和と憲法を守る、こういう日本を作っていきたい、このように頑張ると思います。どうぞ皆さん、日本憲法、日本国憲法、どうぞインターネットなどで一つ一つの条文をお確かめいただいて、憲法の大切さをかみしめようではございませんか。これが昨日の文化の日のことであります。皆さん、この憲法ができた翌年には五円硬貨が誕生いたしました。この五円玉硬貨にはですね、憲法の理念がデザインをされています。日本が平和で発展するために、まず何よりもお米作り、農業を大事にしよう、これは五円硬貨の中で稲穂がデザインされております。そして2つ目には歯車がデザインされています。3つ目には波、水ですね、これがデザインされています。つまり稲は農業を大事にする日本、歯車は工業を大事にする、そして水は水産業を大事にする、このようなデザインになります。そして五円硬貨の裏側には若葉が2本デザインされています。一つは林業を大事にする、もう一つの若葉は戦後で作った平和の民主主義、これを大きく成長させよう、こういう理念と夢と希望が五円玉硬貨にはデザインをされています。ぜひ五円硬貨を手に取っていただきまして、今私の申し上げたことを2つご覧をいただければ嬉しいな、こんな風に思うところでございます。さて皆さん、いよいよこのいなべ市市会議員選挙、4年に一度の市会議員選挙が今度の日曜日告示、そしてその次の日曜日14日が投票日ということになってまいりました。このいなべ市の市民の皆さん、市民の皆さんのこれから4年間の暮らし向きを左右するとても大切な市会議員選挙でございます。どうかこの市会議員選挙にも大きく直接影響のあるいなべ市で、より良いいなべ市にするためにご一緒に取り組んでいきたいと日本共産党は考えております。私ども日本共産党はこの市会議員選挙に対して、岡常和さん、現職の岡常和さん、
どうか当選人の皆様には何かと岡常和のお世話になることになりますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。そして皆さん、みなべ市が発生をして一つになりましたね。藤原町、北西町、大安町、みなべ町、この4つが一つになってみなべ市になりました。藤原町の過去の町だから合併すればいいことだ、こんなふうに言われて合併をしましたけど、当選の皆さん、暮らし的にいかがでしょうか。本当に良くなっているでしょうか。そのことを考えると、もっともっとこの田舎市の中でも一番近いところ、市が一番近いところにあるこの田舎市、当然にもっともっと田舎市の中で税金の使い方を住民本位にしていくことが大切だと日本共産党は考えているところでございます。岡常和議員はそうした立場でこの8年間、文字通り一人はみんなのために、みんなは一人のためにという、この日本共産党の立党の精神に基づいて、議会の場で、そして皆様のお困りごとの相談相手として頑張ってまいった次第でございます。どうか引き続く大きなご支援、岡常和に賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。岡常和の活動報告ニュースは新聞折り込みなどで皆様にもお届けをしているところでございますが、どうかご覧をいただきまして、新しい田部市を作るためにお力をお貸しいただきたいと思います。何よりもまず皆さん、田部市の税金をどのように使っていくのか、このことが大切ではないでしょうか。選挙の前になると、どの候補者も暮らしのために私は頑張ります、そのようなパンフレットも発行いたしておりますけれども、どう具体的にその活動をするのか、このことが問われる選挙でございます。日本共産党の岡常和は何よりも高齢者福祉大切にしてまいります。皆さん、国民健康保険、後期高齢者医療制度、そして年金支給、どのように捉えていらっしゃるのか。国民健康保険料、医療保険料、後期医療制度も銀行の通帳、郵便局の通帳から引き落としをされていますよね。日本の平均でも年収200万円の5人家族のもとで毎年一つ一つ社会保障を充実するために、国の税金の使い方、そして田部市の税金の使い方を住民本位にさせるために頑張ってまいります。皆さん、
このいなべ市にも暮らしの問題、大変たくさんの問題が山積みになっています。この山積みの問題をどのように解決していくのか、このことを日本共産党は力いっぱい頑張っていく決意でございます。何よりもまず皆さん、コロナの問題、第5波が今下火になって、なんとかこのまま収まってほしいというんですけれども、そうするためにも、第6波が来ないための努力を、国も地方自治体も全力を挙げなければなりません。そのためには、まずコロナの PCR 検査の拡大と、そしてまた、生活困窮に陥った皆さんへの支援をしていくことが大切だと考えます。さらには暮らしの応援、子育ての支援の問題では、上下水道料金の下げ、学校給食費の利用化、子どもたちの安全な遊び場、国民年金で耐えれる特別養護老人ホームの増設、介護保険料、医療料の減税など、たくさんの問題に対応しています。こうした取り組みというのは、日本共産党の岡常一議員だからこそであります。日本共産党は、大企業や、あるいは政党助成金、見た一門の寄付も受け取っておりません。皆様方の尊い看板、政治募金によって皆様のために活動する日本共産党でございます。この日本共産党の精神に基づく岡常一さんを、どうか今度の選挙でも大きく押し上げていただきたいと思います。当然に藤原町の宝の議席、日本共産党の岡常一さんを大きく押し上げていただくこと、重ね重ねお訴えをさせていただきます。そして最後になりますけれども、日本共産党が発行いたしております新聞赤旗、赤旗日曜版という週刊誌もございます。ぜひお手に取ってお読みをいただければ大変嬉しいな、こんな風に思っているところでございます。どうぞこのことを申し上げまして、この場でのお話を終えさせていただきます。ご近所の皆さん、大きな前に来て大変失礼をいたしました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。